はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今日も、今日もっていうかね、久しぶりに蝶ネコ犬ラジオやっていきたいと思います。結構ね、面白いゲーム関連のニュースが出ているので、そちらをまとめてみました。今日は数字とお金の話だ。それではまず最初に50億円、はい、忍者がミクサーに移りました。わからない方に説明すると、忍者っていうね、アメリカの、世界一の配信者さんがいるんですね。本当にもう配信したらめちゃくちゃたくさんの人が見るような配信者さんで、要はその野球で言えばスーパープレイヤーみたいな感じですね。そういう方がなんと Twitch っていうプラットフォームで配信してたんですね。 YouTube ライブみたいな Twitch っていうプラットフォームで配信してたんだけど、その人がミキサーっていう新しいプラットフォームに移りましたっていう話ですね。でこれってどういうことかっていうと、スポーツで言うとリーグ変えたみたいな。例えばスペインリーグでサッカーしてた超有名選手が、あまり有名じゃない始めたばっかりの南米のリーグに移籍して、そこでプレーし始めたみたいな、そういった話ですかね。サッカーそもそもよく分かってない。でもそんな感じです。でそれってどういうことかっていうと、忍者からしたらすごいリスクなんですよね。今まで毎日毎日見に来てたビューアーさんが離れる可能性もあるし、忍者にとってはリスクが結構大きいっていうのと、あとミクサーっていうプラットフォーム、マイクロソフトのね、あのプラットフォームなんだけど、未知数っていうか、あまりユーザー数そんなにいないから、そういうことなんで、要は移籍金っていうのかな、サッカーだったらどれだけお金積まれたんだっていう話が結構飛び交ってたんですけれども、こちらのね、面白いことにツイッターのこのトム・ワレンさんって、バージっていうテクノロジー誌の有名な編集者さんですかね、この方によると、マイクロソフトは50ミリオンドル以上忍者に払ったという話だそうです。この方がツイートしてるっていうことは、ある一定のソースがあると思われるんで、かなり信憑性は高いと思うんですけど、50ミリオンダラーっていくらってなると、換算すると53億円ですね。はい。普通にも有名スポーツ選手やんっていうね。53億円って言ってもピンとこない人結構いると思うんだけど、確か久保建英さん、最近あのレアルに移籍した久保君だったら年俸2億6000万かな、確か。なんで53億がどれだけの数字か分かりますね。はい、とんでもない数字でございます。でも忍者がね、どれくらいの期間あのミキサーで縛られるのかっていうのが、はっきりとしないんで、もしこれが10年だったらね、50億安いもんでしょうね。やっぱり僕も含めて忍者がミキサーに移るっていうことで、そこでね、初めてミキサーを知ってミキサーを始める人も増えるんですね。なんでその相乗効果も見込んで、かなりの価値があると思われています。こちら面白いデータが上がっています。なんとね、ビデオゲームのアプリケーションで、iOS ではなんとミキサーアプリケーション747番だったんですね。この木曜日、先週の木曜日までは747番、でも忍者がこのニュースを流した後、なんと12位に上がったそうです。広告効果としてはかなりね、有効だったと思われます。そしてなんかね、2万6000人の新しいユーザーが1日で、このアプリケーションインストールして、 86% のその新規ユーザーの増え幅が増えたらしいですね。なのでこれはね、かなり、効果があったと思われます。その忍者にとってもあまり悪い話じゃなくて、どうやらその普通にツイッチで配信してた時の、平均の視聴者数より多い視聴者が、ミキサーの最初の配信に来たらしいですね。やっぱり話題性として上がったので、ウィンウィンの契約だったかと思われます。はい、それでは次、1億。はい、これはみんなね、聞いたことあると思うんだけど、こちらのツイート見ていきましょう。はい、こちらですね、プレイステーション4がなんと世界で一番早く100ミリオンユニット売れましたと。100ミリオンユニットイコール1億台です。ちなみに今までね、1億台が最速で売れた CS 機っていうのが PS2 で、5年と9ヶ月必要だったんだけど、 PS4 に関しては5年7ヶ月で達成したということです。こちらにね、グラフがありますね。はい、両方ともソニーですね。ソニー最強説って感じです。ちなみにここでね、見ればわかるんだけど、このね、赤線ですね、 Wii もね、意外と結構売れてたんですよね。で、白線の PS1 で、これが PS3、 そして最後に、Xbox かって感じですね。で、ちなみに歴代の一番売れてる、CS 機、こちらに出ています。1億5000万台、これがプレイステーション2ですね。1億5400万台、こちらが Nintendo DS と。で、1億1800万台がゲームボーイ。そして1億台、達成したのがプレイステーション Wii、そしてプレイステーション4と、今回の。って感じです。ちなみに今のね、この CS 機の市場では、このプレイステーション4が1億台達成したんですけども、 Xbox One と Nintendo Switch に関しては Xbox One が4000万台、
おおよそですね。で、Nintendo Switch が、3600万台ということで、プレイステーション4が圧倒的に勝っていますね。でちなみに Nintendo Switch に関しては2017年発売なので、まあまあそんなに悪くないですね。Xbox One と PlayStation 4は同じ年の2013年に発売されたので、純粋に比較はできないんですけども、まあ PlayStation 4のまあ一人勝ちっていうところですからね。その価値がどう思われます。ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。それでは次。15万円。はい。こちらね、多分デスティニーやってる人しか、興味がないと思うんですけども、実は今週、シュールさんっていうね、隠れ、ベンダーさんが、なんと、市場で15万円で、取引されていたと思われる、このブーツを発売しています。もしデスティニー2やっている方、もしくは一時期離れていて、まだデスティニー2持ってる方は、ぜひタワーの右側に行って、シュールさんからこのブーツは買っておいた方がいいです。代行ショップとか海外のストアで、15万円で取引されていた実績があるので、15万円をタダでゲットできるということで、ぜひ見逃さないでください。これが火曜日のリセットまでですね。はい、次。はい、ここからはね、 CODMW の話をねちょっとだけしていきたいと思います。まずはクロスプレイのお話ですね。まあ、クロスプレイって何かというと、今まで違うゲーム機を持っているとお友達同士遊ぶことはできなかったけど、これからはですね、Xbox One を持っていても PS4 を持っていても PC を持っていても、同じ、サーバーというか同じゲームをプレイすることができるということです。で、これってどういうことかというと、インプットですね、要は入力方式によって、その一緒にプレイできるプレイヤーが変わるっていう感じです。PC にコントローラーを挿して、プレイすれば PS4 のお友達、コントローラーを使っているお友達ともプレイできるし、 PC に普通にねマウスとキーボードで、ログインしてプレイしたら、PS4 に直差しマウスを使って、プレイしている方ともマッチングできると、いろんなね楽しみ方が増えるみたいです。これね、まあ僕からしたらかなりいいなと思うのが、例えば PC 用のその周辺機器、ヘッドセットとかあるじゃないですか。今まで PS4 で使えなかったやつを、それを使ってコントローラーを挿せばね、普通に PS4 の代わりにそういう風にプレイして、なおかつ、PC 用の周辺機器も楽しめるので、僕としては結構嬉しいですね。で、もちろん、やっぱりね、PS4 で直差しマウス対応になったということで、例えば僕とフレンドさんでね、パッド対パッドでやって、で、片方、マウスに変えたらどうなるんだろうっていう実験もね、ぜひしてみたいです。実際ね、入力方式によってそれだけ優位性があるのかどうか、検証とか実験とか大好きなんで、大好物なんで、すごい楽しみにしております。で、もちろんね、PC を持っている方、すごいね、いい画質で、PS4 のフレンドさんとも遊べるっていうのは、すごいいいと思います。はい。ちなみに先週あった CODMW のね、マルチプレイヤーの、まあその公開イベントあったんだけど、そちらでクンさんがね、大変な目にあったっていうお話をしたんですけども、そっちに興味がある方は僕のね、一つ前の COD の動画見てみてください。CODMW ね、僕マルチプレイヤーも含めいろいろ見たんですけれども、感想としては、かなり他のゲームを意識して作られたかなっていう気がしました。まずは、シージですね、レインボーシックスシージの近くでやり合う、なんだろう、FPS 格闘ゲームみたいな、そういった感覚。そしてプラス、BF ですね、バトルフィールドの遠くで打ち合う、大きなマップで遠くで打ち合って、車両とか、戦車とかね、車とかに乗りながら敵と戦うとか、そういったね、なんか、全部のマーケットを、一気に食おうとしてるのかなっていう気がしました。今までね、COD といえば結構他のゲームのいいところを取り入れて自分の作品にね、取り込むっていうのを結構やってますんで、これは別に新しい手法ではないんですけれども、今回の作品は相当力を入れてマーケットを取ろうとしているなっていうのをひしひしと感じました。ぜひ皆さんのご意見もお伝えください。はい、最後に周辺機器ですね。周辺機器に関しては今回ね、紹介していきたいのがこちら。はい、まずはこちらですね。アークティス1ですね。今週の8月8日ですね、発売される予定のアークティス1です。こちらね、低価格帯の、スティールシリーズの最新作になっています。普通に見た目もいいし、付け心地も良さそうなので、僕はレビューしていく予定でございます。これね、今までアークティスシリーズってスキーゴーグルヘッドバンドだったんだけど、これはね、普通のヘッドバンド、まあ、こういうね、普通のヘッドホンみたいな形してるので、かなり期待しています。で、値段もね、7000円ぐらいかな。かなりね、手に入れやすい価格なので、自分レビューしていく予定でございます。期待しております。はい。で、もう一つの商品がこちらですね。ロジクールさんの、プロ X ですね。こちらロジテックの、北米の方のロジテックのね、サイトになってるんですけれども、こちらもね、かなり注目なのが、そのブルーっていうね、マイクを売っているところの会社を、どうやらロジテックさんが買い取って、その技術を取り込んで、一緒にね、作った、
ヘッドセットらしいです。なので、マイクテクノロジーがすごいということで話題になっていますね。海外ではすでにもう発売されているみたいなんですけれども、日本ではどうやら8月末あたりですかね、に発売されるみたいです。でこちらね、自分も最速でレビューする予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。